Thank you.
プレゼンツ鹿児島ナイトボリューム2ゆくさおじゃったもした生い立ちがマジックサンデーグループまさぐるち申します。今宵は最後の最後まで楽しんでいっきゃんたもんせよろしくな。次の曲でいきます。揺れる地平線という曲です。揺れる地平線違いこうい揺れる地平線揺れる地平線違いこう「いつかって」
改めましてですね、皆さん、おやっとさーです。おやっとさー、おやっとさーです。鹿児島弁、鹿児島弁ですよね、皆さんね。という感じでですね、鹿児島ナイト、おさん、ありがとうございました。次の曲はですね、まあ、とっとっとやっちゃいますね。はい、はい、早鹿児島を出て20年経ちました。でですね、鹿児島から出てるから熊谷って言ってますので、今すぐ南に住んでます。まあ9割方住むところがですね、103号室なんですよ。101号じゃなくて103号室にずっと。本当にあった怖い話。本当にあった怖い話です。うん、そういう、103号室で、今阿佐ヶ谷に住んでるんですけど、阿佐ヶ谷でですね、いろいろと長いこと住んでて、いろんなことがあったななんてことを曲にしました。103号室という曲をですね、ネクターを変えてから始めますね。感じながら君の
皆さん飲んでいらっしゃいますでしょうか。はい、なんかだんだんこう時間が経つのが早くなって、まあ、この前お正月やったばっかりなのにまたなんかこうお正月が近づいてきているような気がして、早いですね皆さん。まあ1年振り返ってですね、今年はどうだったかなと思ったんですけどもね、まあ新しい出会いとか別れとかありましたけれどもですね、まあ自分にとってはですね、やはりポール・マッカートニー公演中止っていうのがこう一番こうショックで、国立競技場まで行ったんですけどね、中止ということで、もうちょっと発表が早ければ阿佐ヶ谷駅で見た時はまだ中止になってなかったんですけど、国立競技場に着いた時点で発表になっててですね、それだったらなんかもうちょっと予定の立てようもあったんですけどね。その後ですね、こうネットすごいですね、ポールの、ホテルすぐ調べてですね、もしかしたら会えるかなと思ったんですけどね、会えませんでした、ね、ポールのホテルまで行ったんだよ。そう、ホテル、銀座のホテルまで行ったんですけどね、会えませんでした、残念。
です、最後の曲です、よろしいですか。プライド&ニューモーズという曲で、おさらばで。
こんばんは、鹿児島ナイト、モンさんありがとうございます。アートのモンさんが今日出てくれて、2回目ですよね、鹿児島ね、はい、集まるの今日、ね、じゃあ楽しいですね、うん、歌います。1曲目は、はい、ミツという歌です。由来ね、うん、あ、そうそう、なんか20代の頃にバックパックを背負って1ヶ月ぐらいタイに行ったことがあるんですけど、はい、そう、あのね、大きなバッグ、旅行するとき、え、リュックサックの2倍から3倍ぐらいあるやつを、長いやそれ本当、あ、このくらいとして、このリュックサックはこのくらいとして2個うん、普通やんけ、それ。いっぱいある、いっぱい。ここまで出ます、こっから。余計なこと言ってくるし。ごめんね。バックパックって言って合ってんのかな。で、それで、あの、そうそう、バンコクから北の方にチェンマイっていう、ね、ところがあって、布とかなんか有名なんですけど、そこに来たのに寝台列車に乗ったんです。夜ね。夜乗って朝着くみたいな感じ。で、朝目が覚めて、ガタガタガタつって。寝ぼけまなんかで外を見たら、すっごい広い大地のバーって、すごい遠くの方に木がこうポツポツってあるんです。でもすごい遠くなのにすごい大きい、だからすっごい小さく見えないとか、すごい大きな木がこうポツポツってあるんですけど、その木の上がね、赤いんですよ。すごい赤いの、真っ赤、すごい綺麗な赤。でも遠すぎて色だけすごいこうパッてこう見るから、みんなのか葉っぱなのか分かんないんです。でも本当に綺麗で、ボーってこうニョキでこう見てて、あー綺麗と思ったら、ふって、あの木はなんか気づいてほしい人がいて赤くなってたりしてみたいな感じで、こう一人でなんかわーって思いをこう膨らませて、なんかその時の感動とね、気持ちをね、あのこう混ぜ合わせてね、作った曲で、今日はあの、そうですね、すごいこれ 大切な、ずっとこうね、なんか成長していってくれる歌のような気がして、大事にずっと歌っていきたいなと思ったんですけど、今日は金谷さんにちょっとこの曲を送りたいと思います。はい、形っていう曲です。大切なあの人がある日亡くなってしまった。あの子はその人を待ち続けた。もし今の人が現れたら、私と
私のこの思いに気づいてくれるだろうか。そうだ、赤い子なら。半音間違えて、あ、高橋さんと違うんだ。そういうことだよね。優作さんが半音ずつ楽譜を見て上げながら弾くと。本当だ。素晴らしい。ありがとう。私歌ってて、なんか違う。いつもより声が伸びないと思って。でもそれは人のせいにすればいいんじゃない。人のせいにすればいい。こぼって忘れてた。気持ちが。あまあいいや。リベンジ。ミュージシャンってしゃあないやんね、そんな。マーカスミラー、はい、頑張れ。頑張りました。頑張りました。よし、次はですね、ここにおいでっていう歌をやりたいと思います。はい、この作曲が、これまた、はい、あ、そうなの、はい、このここにおいでっていう曲は、私が歌詞を書いて
大竹ひねどむさんっていう人がね、鹿児島にいてね、素晴らしいアーティストなんですけど、その方が曲をね、つけてくれた曲ですね。これ4カポ大丈夫、うん、合ってるよねそう、ここにありますじゃあよろしくお願いします。私からという曲です、はい、なんか私こうやって人前で歌を歌ったりね、音楽をこうやってやる、ね、きっかけをね、ストリートミュージシャンっていうね、鹿児島にいっぱい路上の人たちと出会って、そこからなんですけど、そのみんなと、ね、出会った時のね、嬉しい気持ちをね、歌にしてました。水色ビルっていう歌です
体験なんですよ今日。だから楽しいのとわあ、そう。頑張って。気をつけてね。今日のねこのライブって本当最初ね二人でそうそう出る予定だったんで、ちょっと宣伝になっちゃうんですけども、来週のですね、水曜日だね。うん沼袋駅から徒歩0分30秒ぐらいのところのオルガンジャズクラブという箱があるんですが、そこでですねひろえちゃんと僕と、町田君とあともう一人、阿部克樹というジャズギタリストすごいギタリですし、ねはい、4人でライブやるんですね。でそのリハーサルを実は昨日ちょっとやってまして、うん、で、リハの中で話してて町田君が明日ちょっとライブ行くんですよと鹿児島の人たちがたくさんね集まるライブがあるよっつって、へーっつって俺ら鹿児島の人たちがいっぱい集まるライブに出るよって話になって、えって話になってもしかして同じ場所じゃないですじゃあ一緒に演奏してくれるって心よく引き受けてでここに来たらドラムがあったので今日ちょっとドラム使ってみたら、うん、ね、うん、どうですかドラム本当に行ったことないすっごい、はい、すっごい楽しいんだけどなんかねドラムと一緒にね、うん、あはってね走りたいのに走れないもどかしさ悔しい。大丈夫ですか？ごめんなさい。苦笑いしております。なんで？ミュージシャンは何言ってんのよね。わかんないよねそんなことは。もう歌います次。はい、ね、ありがとう。はい、次はラララっていう曲です。ラララ。ラララ。うん。ノラントえブランドノラント自分ノラントノラント自分はノラントララ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 ラわかんなかったごめんよし行こううんありがとうよしはいじゃあ行きます、はい
ありがとうございます。よし、次は心に音と書いて心ねという歌を歌いたいと思います。心ね、よし。あれ、もう皆さんお酒飲んでますか？それはピンク落としない。ピンク、うん、ピンク、ピンク落としない、ありがとう。よし、鳴らしちゃったよ。こっちとかそっちのが心配です。そうだよね、どこにやるか心配だよね。彼の性、乱れた互いの信号は
とうございました。すごいね。次はね、参っちゃうね。参っちゃう。ありがとう。じゃあ次はあなたとリズムっていう歌をしたいと思います。そうね、みんなとリズムを刻みたい、はい、そんな思いで作った曲です、はい、よかったらね。誰だこんなのあのよかったら実は手拍子を。決めて、あとは思いの思いに叩いてください。ダメ基本じゃん。決めよ決めよ決めよ。ダンダンダンポンポンダンダンダンポンポンダン。がっつり決まってるじゃないか。一応あるんだけどさ。シンコペーションがすごかったじゃん。あいちゃんのシンコペーション彼女を思いました。実は彼女もあのマーカスミラーなんですよ。これすごいでしょ。俺を遅れてって、俺を遅れてって、ああしてましたからね。
もう彼女が新興市の神様。まあ、神様。神様。愛ちゃん新興市の神様でした。あ、もう最後の曲ね、なんかでも今のこれでもう終わったって感じ。終わっちゃったの、これで終わっちゃったんですか、ね、じゃあ一曲ね、優しいね、優しい歌で終わりたいなって、はい、最後の曲逃げるんすか、逃げないよ逃げませんよ、逃げませんよ一回終わってアンコールもらえば、あありがとうございました。シンコペーション、シンコペーション、今日はねやっぱりシンコペーション行こう、シンコペーション、シンコペーション、今度ね、また今度よく言うわ、お前はい、じゃあ谷口隆さんっていうね、私の好きな歌の歌う人の歌でね、ヨランダっていう曲やりますヨランダ、また過去の位置間違えた君とベースの浅井優作さんでした。この後は浜地風のアーツでいいの、アーツじゃないの、ボンデックス
ンボンデラックスさんでじゃあ演奏します。みんなで楽しみましょう。ありがとうございました。アーツが来たらびっくりだ。鹿児島ナイト、第2弾、そして場所を提供していただいた、鹿児島が誇るミュージシャン光一くん、ありがとうございます。ありがとうございます。新宿アライブ来てびっくりしました。この繁華街のど真ん中に鹿児島の、音楽をやる男がこの店をやってるということでですね、一度、来たかったんですけど、ようやく念願叶いました。ありがとうございます。僕らボンデラックスはですね、ジャマイカ生まれの音楽スカというですね、裏打ちのリズムの、音楽を、やるユニットでございましてですね、後でメンバー紹介もさせていただきますけれども、まず挨拶代わりの1曲いきますか。みんなの準備 OK？ じゃあ We Love スキャ、明日の風。
の日から震える指さばきが鼓動のように揺れていたよ。恥ずかしげな僕にいつもと同じ帰り道、それは褒め言葉とも受け取っていただいて、本当に ありがとうございます、はい、この裏打ち一筋ですね、23年やってますこんな感じの音楽をですね、このスカという音楽はですね、ちなみにジャマイカで、1960年代初めに発祥して、まあ、2年ぐらいで伝ったジャンルなんですね。それを世界各国のスカバンドが受け継いで、いまだにね、日本で有名なところは東京スカパラダイスオーケストラ、通称スカパラね、もう結成25周年を迎えて、それぐらい長くやってるんですけどですね、本場のジャマイカ人は秋っぽくてですね、もう2年ぐらいで廃れちゃった音楽っていうのがですね、はい、世界各国で広まってるっていうのがまた面白いんですけどね、それを日本で細々と、一応全国回ってますけどですね、このボンデラックス、こんな感じでやっております。ボンデラックス、はい、ボンデラックスと申します。私、ボンと申します。よろしくお願いします。ちなみに鹿児島ではですね、アーツという、これよりもっと大所帯の、8人編成のですね、ブラスが、4人入ってですね、大所帯のスカバンドをやっておりまして、このボンデラックスは僕のソロユニットとしてですね、アコースティックスカを提唱している、バンドでですね、毎回ライブのためにメンバーも違うんですけども、まずはですね、うちの息子がサックスを務めております。サックスレンです。いや本当に息子の、はい、30歳年下でございます。このそして、蓮とママの蓮のママとですね、同い年牧愛子先生です。よーし、エンゲース、ちょっと痩せてよ。フェイス、はい、フェイスブックでもですね、やっております、牧愛子伝説というページを持ってますのでね、フェイスブックやってる方ぜひアクセスしてですね、愛子さんの素敵なエピソードをですね、見ていただければ。素敵ですよね、はい、素敵です。もうめちゃめちゃ素敵です。もうベースを持った瞬間も人が変わるしですね、下ろした瞬間アホになりますただのアホになりますけど、もうベース持ってる時はめちゃめちゃもう男も惚れます、本当に、はい、女も惚れますね、はい、そして、最近ボンデラックスにですね、ドラムで、加入しました。はい、彼も鹿児島です。ヒルシンガー、
ビート聞いてるよね。はい、ありがとうございます。スカのドラムってまた変なんですよね。ちょっと叩いてみて、スカのドラム。いやらしいよね。なんかまあバスターの位置がもう変なんですよね、またね。はい、シンコペーション、それこそシンコペーション多様のですね。はい、そうですよね。普通の8ビートは全然やらないですからね、ちなみにですね。はい、できないです。はい、できない、できないことはないと思いますけどね。はい、こんな感じで今日は4人編成のボンデラックスを最後までゆっくり飲みながら楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。本当スカバンドなんですよね。スカバンドでございます。はい、何か疑いがありますか。大丈夫ですか。はい、一応スカバンドでやっております。はい、次の曲はですね、僕が、日本で最も敬愛する、ソウルフラワーユニオンというですね、バンドがありましてですね、その、長年カバーをやっております、阪神淡路大震災の時に 作られた名曲、満月の夕べ、という曲を聴いてください。そしてオリジナル曲の君と月、月つながりで2曲やります。風が吹く港の方から焼け跡を包むようにこぼす風、悲しくて滑ってを笑う乾く冬の Sorry.
1番目のマサグル、マサグル、マサグルっていうバンドで3回言ってたね、3回言ってたね、痺れてしまいました。いやいや、もう先輩、先輩何言ってるじゃん。うわ、てか、改めて鹿児島のアーティストすごいですね。うん、ひろえちゃんもすごいし、ひろえにはやられました。涙腺が緩んでしまいました。でも僕らもやりづらいけど、改めて鹿児島誇らしいなと思いましたね。本当ですね、本当に。ひろえは友達です。ね、同じバンドしてます。一緒にバンドバンドメイトだってね。はい、いやね、なんかちょっとここ新宿だよ、あいちゃん。貴重のど真ん中でライブやってんだよ。なんかね、あれ鹿児島じゃないんだ。鹿児島じゃないんですよ。鹿児島ナイトとは言いながら、いや大変だよ、実は新宿ナイトでございます。エレベーター降りたら天文館じゃないですか。そうそう。だって鹿児島弁がすごくいっぱい。そうなんだよ、鹿児島の人がいっぱいいるからね。あんま鹿児島感がない、あ、東京感がないとね。ごめんなさい、東京ね、鹿児島の感じだよね。いや、音楽やろ、俺。ちゃんとして。あ、すいません、はい、スタやんけ。はい、スターなんですよ。俺大好きやね、スカスカでも外れじゃないですよ。当たりですから、僕はね。お前や、お前や。はい、ありがとうございします。じゃあ次は、続きまして新曲コーナーといいましょうね。東京で、初めて、披露する曲なんですけどですね、今年、ボンデラックスは2枚目のアルバムを、作ってましてですね、もう、9割方終わりましてですね、来春ミックスして春には出せるんじゃないかなと思ってますけどですね、よかったら聞きましたら聞いてください。その中に収録されている曲を何曲かやります。ちょっと、ファニーな曲を作りました。未知の未来という曲を聴いてください。
ちょっとだけちょっとだけ言いたいことがある。待ってみた待ってみた、ここに来たのはなんで、やってみたやってみた、誰も知らない人、ひょっとしてひょっとして、他人の空にならこれっきりならば寂しい、その気になればやらしい、思い出せたらたやすい、くてぶてしくてまぶしい、できるのなら諦めずに、だけじゃさずに、思い切りよくできるだろう、終わらずに、今日よりも明日は少しマシなんだから、気持ちこもれば嬉しい、汚れてみれば寂しい、身も蓋もなく生きてりゃ、見た目だけは大事、乗ってきた乗ってきた、踊らされているよ。ありがとうございます。いつの間に、続きましてまた新曲で、本当のこと、知らない人にはみんな新曲ですよね、僕はね。普通だよ、普通ですよ、すいませんすいません、一時も新曲とか言うと思います。じゃあ本当のこと、ワンツーセされなくても、夢の中だけでも笑っていられる、気づいたふり気づかないふり、雲横にはいつも君がいてくれた、傷つけてばかり、今だから言うよ、大事なこと忘れてばかりで、スタン
けど Oh yeah 素顔になれるよ大事な人一番近くにいることに気づいた僕は君らしいそんな大事な人それより近くにいることに気づいた僕は君らしい君ありがとうちなみに明日もですね僕ら、プチ東京ツアー 2days でですね明日は、ヘブン青山っていうところでそれこそおしゃれな街青山でやるんですけどそのヘブン青山がですね鹿児島のライブハウスが出したですよ鹿児島に SR ホールっていうのがありましたですね東京に進出しましてですね、はいもしお時間のある方がいらっしゃったらそちらの方にも遊びに来てほしいんですけど明日の対バンはレンが、今年立ち上げたバンドがあってねなんて言うんだっけランデブークルーズっていうランデブークルーズスカーツどんな感じどんな感じまあおしゃれなことばっかやってるおしゃれなことばっかやってるジャズっぽいってことかい女性ボーカルのねなんかおしゃれな感じのねうスカーレゲエに限らずやってるということでですねね多分いやらしい方がいいよいやらしいまだはたあの21なんでまだいやらしさが足りないですだよねまだ経験が足りないですからねそのうちいやらしくなるんじゃないかいやらしいね、はいで年齢とともに半巻買うよね半巻買いますかそうですか半巻買いますまあ大丈夫ですねサックス結構いいよね、サックス結構いいよ、いただきましたサックス結構いいよありがとうございますマジックサンデーグループの哲郎くん、はい、素晴らしいバンドでしたギターもびっくりしたけど彼が阿佐ヶ谷に住んでるって聞いてです僕もその隣 の, あの高円寺に住んでたんですよで高円寺南だったんですけどあの阿佐ヶ谷とちょうど高円寺の間ぐらいでですね6年住んでてですね、来月も年明けて1月の9日もですね高円寺ジロ吉ということでライブも、決まってるんで哲郎くん来てね近所でしょモアリズムという素晴らしいライブバンドとやります1月9日でございます、はい、暇だったら歩いてきてくださいデルタ兄弟というブルースバンドに大御所に囲まれてですねボンデラックスをやらせていただきますうわー怖だねはい、次はですねあそう次はあのまた満月のイベント続いてのカバーなんですけどもう僕的に僕井上というんですけどもう井上界で最強といえばこの人井上陽水ですね井上陽水の、カバーでですね不思議な頑張れソング東へ西へ夜中に
者は今日もミスしずれ、ビル線の科学者をかける満員、いつも満員、床に倒れたローマが笑う。お情けで不要のお祭り電車に僕と求められるのに、できずに夢見る感じで、新宿でやってる感じがしないのはね。小石くんが鹿児島の人だからね、ね、なんかやっぱりね。新宿なんだよね、ここね。さっき出たら新宿だったよ、確かにね。ですよね。ですよね。めっちゃうまいよ。めっちゃうまい。めっちゃうまい。もっと褒めてください。お願いします。褒めて伸びる子なんで。めっちゃうまい。めっちゃうまいいただきました。やばれ。これだけライブ中に評価してください。珍しいですね。リアルタイムで評価してくださいね。めっちゃうまい、ね、僕らですね、3年前から鹿児島のミュージシャン集めて鹿児島ミュージックエイドっていうのをですねやってて、これは、まあ、鹿児島の簡単に言うと鹿児島のミュージシャンで CD を作ってですね、その収益を、被災地に寄付するというプロジェクトをやってて3枚 CD を、作っています。今年も新しいのが出たんですけどですね、その中からボンデラックスの三角曲、ふるさといやですね、人のつながりを持って書いた曲、紡ぎ歌っていう曲を聴いてください。
今年は東北にも、2回行った年ですね。逆に、東北の人たちから元気をもらって帰ってきました。東北の人たちにあんな大変な目に遭ったにもかかわらずですね、本当もう津波や地震のこともこう笑い飛ばすかのようにね、元気で、まあそうでもない人もいると思うんですけどね、みんななんかキラキラしてて、逆にあなんか人間って強いなと思った次第です。そしてそういう人たちと出会った中でですね、出会ったからこそ書けた曲、これも、鹿児島ミュージックエイドの、第3弾に入ってます。希望の歌という、それこそ希望に向けて歌う曲を、ベタベタな歌詞ですけど書きました。希望の歌聴いてください。そしてこの鹿児島ナイト、締めの曲、最後の曲になります。
アイコさん的にもボンデラックスで、東京来たの初めてですけど、皆様に何か、はい、今日はこんなにたくさんお集まりいただいて、ありがとうございます。闇か。いやいや、すごく嬉しい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、この帰りづらい雰囲気ありがとうございます。逆にね、逆に返さないぞ的に、ね、この空気ありがとうございます。めっちゃ頑張ってるもんね。めっちゃ頑張ってますよね。素敵でしょ、愛子さん。驚いたわ、愛子さんも。愛子さん独身なんでよろしくお願いします。やめてベースやめてーベースやめてーベースやんとやめてやめてうまいよね、ほんとめっちゃうまいよ、ね、それベースやめてってどういうことですか。いや、すごすぎる。だからベースやめて嫁さんに来てみる。なるほどね。でもベースやめられないですよ、多分ね。ね、だろうね、きっとね。多分男よりベースの方が好きですね、彼女は。嘘嘘って嘘ってやる。そこを流してめっちゃうまいもんね。めっちゃうまい。もうみんなリスペクトしてくれます。アイちゃん、ね、東京来た甲斐がねえ。いやでも彼が一番だよ。彼が一番ってどういうことですか。彼誰。僕で私です。彼一番で。ありがとうございます。夢まくりですね、今日はね。ありがとうございます。今日もあの方に会えただけでね、東京に来た甲斐があった。名前も知らんねん、よく言ってるもんね。お名前をお聞きしてもよろしいですか。やだ。やだ。やださんですね。やださん、よろしくお願いします。やだ、やだ。やださんに送ります。最後の曲をですね、今日はありがとうございました。鹿児島からやってまいりました。コースイックスコマンド、ボンデラックスでした。で、アライブの店長、小石くん、ありがとうございました。また、鹿児島でも一緒に遊んでください。東京でも感謝してます。スカ最高だよな。スカ最高でしょ。うぇーす。いや、うぇーす、うぇーす。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後はですね、時の記憶という、これも、鹿児島ミュージックエイドの1で鹿児島のミュージシャン30人で演奏した曲で、CD になっている曲です。聴いてください。忘れるなよ、空の匂い、風の笑顔、時々折る目を閉じる僕はまだ道の途中。あの日の景色が色あせて空起きる目の奥には変わらぬ君が変わらぬ笑顔で蘇り手を振るの今朝のことのように。ありがとうさえもさよならも言えず、別れたあなたを今も変わらずに、時とともに薄れそうな姿胸にしまい忘れないよ。ただ歩いてゆくまだ道の途中、あの時僕ら遠い空見上げ、暗闇に寒空の下で震えてる、まだ消えぬ悲しみとともに、時
もちろん哲郎くん。え、歌えるんですか？はい。あ、マイクを一つ。小石くん、このマイク大丈夫？届かないかもしれないです。あ、届くよ。こっちに乗せた。あ、そっちに乗せた。レンの横に来ていただいて。最後この3組とですね。はい。うぅうぅぅ上向いて歩こうの。スカバージョンで終わりますんで。ずっと 歌に徹してください今日、はい、歌詞は大丈夫です僕が先導するので歌詞やったやったやったじゃねえよじゃ最後に、一言ずつ皆様に、今日のお礼を本当にようやった様でしたありがとうございますマイク入ってるはい、ありがとうございます東京でこんなに鹿児島の喋ったのが久しぶりですありがとうございましたありがとうございました。素晴らしかった。待ってくる。そして、山下ひろゆさん。はい。本当楽しかったです。ありがとうございました。これからも鹿児島よろしくお願いします。で、ここもすごいいい場所ですよね。飲みに行きましょうね。じゃあ、この3組で。ちょっと待って、ベースの女の子。あ、愛子さん。イエーイ。イエーイ。なんか言ってあげて。イエーイ。今日
うわこんなにたくさんの人たちまたかよありがとうございますめっちゃ可愛いよねベースありがとうございます可愛い可愛いし、かっこいいし、うまいし、もう何でもありやな、今日はもうやっぱうまいよね、めっちゃうまいよねでしょ、最高でしょちょい届いてはい後であの電話番号交換してくださいダメダメダメ、そこはダメなんでじゃあ、今日の鹿児島ナイトの、じゃあこの3組で、仲良く上を向いて歩こうで、皆さんも、一緒に知ってる曲なんでしょうし、はい、歌ってください上を向いて歩こうのスカバーでもいきますワン、ツー、ワン、ツー、スリー、はい
キツロトヨン。ありがとうございました。小林くん最後にステージに来て一緒に写真を撮ってほしいです。最後写真よかったね。今日の出演者もうよ残ってる方最高です。ビッキー先生一人います。済ませるんで。そうかそうか。交代です。